自分たちに影響があるって分かりながらちょっとよく分かってないっていう人たちがやっぱ現状まだ多いんじゃないかなってすごく感じますね。自分の所得とか収支に関するものをこう感じれるきっかけになったことが一番僕はいいと思ってるので、なんかインボイスだけじゃなくていろんな制度増えねえかなみたいな、単純にマネーリタリシーを上げていく、そして自分が何を求めて何をどう学んでいくかっていうのがまあ今回のテーマってことなんですかね。最終的には利益とかじゃなくて元気さえあればいやそれ欲しかった。はい、ということでいよいよ最後のニュースに参りたいと思います。ボブログさんからのニュースになります。記事によりますと、2023年10月1日から、いよいよ始まるインボイス制度ですねが段階的に導入されていきます。インボイス制度に導入によって、美容師はどのような影響を受けるんでしょうか。スタイリストと、業務委託を結んでいるサロンは負担税が増えるなどどうしたらいいという不安な声もあるみたいですねという記事から抜粋ですが、まあこれね、僕経営者としても、まあ、インボイス制度がね始まるっていうのはもう本当ここ数年前からね、始まるぞ始まるぞっていうことで、まあ本当にフリーランスサロンさんとか業務委託サロンさんとか、まあ、どうなっていくのかっていうのが結構注目されてると思うんですけど、まあ僕自身は、まあ、本当にこう大きい企業じゃない限りはまあまあ本当にそこは業務委託の美容師さんとかフリーランスの美容師さんと話し合って、まあ、ここはうちが税持つよと、まあ、いや逆にこう適格接種を出してもらって、まあ、そっちで負担してねっていうのはもう本当に人と人との、ね、対話になるんじゃないかなと思うんで、まあ、本当ね、まあ、数万円払うか払わないかの話なので、まあ、ここは本当にまあ個別のね普通のこう個人店の関しては、まあ、本当にそんなに大した問題じゃないかなと思うんですけど、これがまあ本当にね何百店舗みたいなあるサロンでなってくると、まあ、結構有識問題なのかなと思うんで、逆に僕自身もインボイス始まってから、まあ、そういうサロンさんがどういう采配を振るのかなっていうのはちょっとね楽しみに見てたいなと思うんですが、まあ、寺村くんとか実際、まあ、そういうフリーランスやってたりすると思いますし、はい、まあ、今となって会社の経営者だと思うんですけど、この辺っていうのはどうですか？そうですね、やっぱりこうフリーランスの美容師さんと関わる機会が非常に多いんですけど、うん、やっぱりこうサロンワークを一人でやってるじゃないですか、うん、でそれをやりながら結構こういう、 こう法律が変わったりとか世の中の流れをキャッチして、うん、それを自分で対応していくっていうのはやっぱ非常に難しいんじゃないかなと思っていて、で結局そのやっぱり自分たちに影響があるって分かりながらちょっとよく分かってないっていう人たちがやっぱ現状まだ多いんじゃないかなってすごく感じますね。だから今までってまあいわゆるまあ僕らも起業してまあ免税期間があったりとかして、まあ数年間ね、まあなんていうのセーフティーゾーンにあったんですけど、まあ本当にねもういよいよ国厳しくなったんだなみたいなね、うん、もうなんていうんだろ う, こうそサービス期間もねえからよろしくなみたいなね感じの話だと思うんですけど、まあ結論は僕としては、まあ、その分一人でも二人でもお客さんやってしっかりこう貢献して生産性出してタイムパフォーマンス出していくっていう話に、まあ、美容師に関して言うと尽きるのかなと思うんですけど、宮地君とかどうなんですか？まあ宮地君のところはほとんどね正社員登録だと思うんで、そうですね、あれだと思うんですけど、まああんましのごの考えずに、そうですね、美容やろうぜってことなんですかね。そうっす、インボイスとかはあんま関係ないっすインボイスとかそういうのじゃなくて、そうすね、もう俺らは黙って髪の毛見てお客さんの目を見て幸せにするのをたくさん作れば生き残っていけれるし、うん、あんまなんかそんな細かいことは僕はあんま気にしないというか、うんうん、なんか変わるんだなぐらいないやでも心理ですよ本当その辺は。でなんか始まったらいろいろ話聞いて、うん、なんか やばそうだったら頑張ればいいじゃないですか、うん、そうですよね。いや本当もう心理だわそれ。で米田君とかゴールドとかそういう話はあるんですか？もちろんあるんですけど、うんうんうん、なんかそのインボイス制度って何なのとか、うん、美容室に実態にどんぐらいこう影響があるのみたいなのは GPT に聞いてください一番いやでも本当そうですよね、はい、一番いや本当ですか、はい、いや結構なんかふわっとしてる話をね的確に答えてくれるっていうのが多分ね、はい、確かに確かに分かりやすくとかって、うん、そうそうそうめちゃくちゃ簡単に言ってくれますよね。確かに確かに。でもなんかそのただなんかすごいいいなと思ったのは、うん、なんか美容師さんって結構なんか他の会社とかなんかいろんなこうビジネスマンの、うん、ビジネスマンとか普通の新卒の子とかでも、うん、いや皆さんなんか会社の給料めっちゃ引かれるんですけどこれ何に引かれてるんですかみたいな、うん、なんかその所得税とかそういうのってなんかこう結構
気になるんですよね、本来のビジネス。なんでかっていうと歩合給とかじゃないから、今後 2,3 年この給料と付き合わなきゃいけないってなると何でいくら引かれてるかって自分たちが知らなきゃいけないことなんですよ。でもなんか美容師ってある程度あるとキャリアアップするし、なんかこうカラーモデルとか、なんかカラークリアしたら1万円みたいな感じで税金とかって感じられにくいじゃないですか。だからこういうインボイスとか、まあ他にもその今美容室 の経営者の皆さんとかって結構こうお金の話とかされるとは思うんですけど、まあとはいえなんか税金がこうだよみたいな話とかしても、まあ言うて金持ちの美容室経営者の人がお金の話したところでだるいんですよ、見てるこっち側からしたら。別にみたいな、お前がめっちゃ稼いでるの分かるけどこっちきついしみたいな。僕はそうじゃないですけど、アシスタントの時代だと僕だったら見ても学ぼうと思わないじゃないですか。でもなんか急に一律してインボイス制度来るっすよみたいなこと言われると、なるほどみたいな、どうやらなんか様子おかしいなみたいな、なるとなんかその自分のお金とか所得に向き合うきっかけになった気がするんですよ。でそれはまだ多分美容師さん見てないかもしれないですけど、今後これが実装されてなんかちょっと SNS とかでみんながちょっとインボイスなんか超だりんだけどみたいな書いたら、だんだんなんかなんかこの給料どうなんだろうかとか、そういうなんかその自分の所得とか収支に関するものをこう感じれるきっかけになったことが一番僕はいいと思ってるので、なんかインボイスだけじゃなくていろんな制度増えねえかなみたいな。そしたらなんかいっぱい毎回考えるじゃないですか。なんか漠然となんか部合でこんぐらいだったから 30% でとか、こう業務委託だったら 70% でとかってなって、目先のそのなんていうんですか、業務委託に行くことによって部合が上がるから早く行っちゃおうっていうパターンもあるし、正社員でいいこともあれば業務委託でいいこともあるじゃないですか。でもその2つをちゃんと見極めるには自分のお金とか税金をちゃんと理解することだと思うんですよ。そのなんかきっかけの1個だなって思ってるんで、まあ導入されてめんどくさいなみたいなところもあるんですけど、でもとはいえなんかそういうきっかけをくれたっていうのはすごくいいのかなみたいな。なんか選挙とかと同じで何か自分に近くなるとなんか触れるようになるみたいな。だからマネーリテラシーがまあ確実に今上がってますよね、美容師のね。なんか ね、ツイッターでもそういう議論結構よくあるじゃないですか、美容師ちゃんとそういうことわからないかんでみたいなね。寺山くんそういうの結構言及してないですか、よく。いやそうですね、教育とマネーみたいな。あでもマネーの話はあんまりできてないですけど、でもおっしゃる通りで、やっぱり今までその雇用型サロンとか教育型サロンと言われているところの、まあ昔ながらのオーナーさんが包み隠してた部分っていうのが、包み隠した部分っていうのが、深い部分ですね、が今もう調べたら出ちゃうじゃないですか。オーナー総動員の実態があった時代がありましたからね。ありましたね。でそうなった時にちゃんとこう綺麗にやってる会社さんがやっぱ生き残ってきたなと思うし、あるいはそうならない、そういうふうに進化してったサロンさんが残ってるじゃないですか。ってなってた時にやっぱ僕がフリーランスになる時っていうのはやっぱりこうその辺よく分からなかったりとか、あるいはこうフリーランスにならなきゃいけない状況だった、自分がやりたいことをなかなかやらせてもらえなくてこうあまり認めてもらえなかったっていうのもあって、まあ僕はフリーランスになったんですけど、まあ、今一周回って雇用型サロンめちゃくちゃいいなって思ってるんですよ、自分がフリーランス経験してるからこそ、あとフリーランスサロンとかフリーランスになった人たちを見てるから思うんですけど、素晴らしい人もいっぱいいるけど、ちょっと大丈夫かなと思う人たちもやっぱ中にはいて、でそういう人たちにもう言ってもらえないんですよね、周り もうほったらかしになっちゃってたりするし、まあもう自分で自立して個人事業主やってるから自己責任だよねっていう中でやってい、ってるから、まあ、自ら学ぶ成長する場を立ってしまってるっていう部分もあるじゃないですか。だからやっぱりこうインボイスの情報とかも周りにそういうのを教えてくれる人がいないと知らないまま過ごしてしまって、本当にやばいってなっちゃう人ももしかしたらいるだろうし。でもさっきの話で言うと全部チャット GPT が教えてくれるじゃないですか、もう。あ確かにマジでそうっすマジでそうっすちなみにそんな感じで言ったらこのインボイス制度がより節税の仕方みたいな調べたら全部出てくるっすね。そうだよね、はい。じゃあまあそれを Google とあの Google バードっていうそっちともリンクさせれば、その一般の Google の人たちが一番検索してることから出してくれるんで、まあなんかそんな風にやっていけば、だからそのチャット GPT が教育サロンを殺すっていう未来があり得るっていうことじゃないの。じゃあまあっていうかまあいいんすか、言っちゃったそれなんかその なんていうんですか、そのあれですよね、ヘアキャンプさんは入ってないですからね、それに危ないですよそれ今、なんか落とし入れられるところでした僕今危なかった、なんかそういうわけ、まあまあまあ、でもなんか、はいはいはい、そういう些細な、なんていうんですか、簡単に学べるものを簡単に、なんか簡単に学べることとか、簡単に勝てることを教えてお金を払ってるビジネスは全部終わるですね。ちゃんとした本質、なんかこう本質って言葉じゃないですけど、ちゃんとそのより深い一冊で売れる人じゃないと多分きついのかなと思うですね。なるほどね。まあ、でもそういう意味ではね、インボイスに関してはまあ本当にいろいろ多分影響あるところないところいろいろあると思うんですけど、多分その単純にマネーリテラシーを上げていく、そして自分が何を求めて何をどう学んでいくかっていうのが、まあ結論今回のテーマってことなんですかね。いいですねどうですか宮内さん、なんか、まあ、最終的にはの話、最終的には利益とかじゃなくて元気さえあればいやそれ欲しかった、その欲しかったわ今の、大事っすね、今の欲しかった、確かに確かに間違いない、確かに、なんか
大事じゃないですか、うん、お金も大事だし、うん、でもやっぱり元気がないと確かに元気はチャット GPT ではね、イズムが学べないよな、すごいっすね、確かに確かに元気があったら明日も楽しみじゃないですか、確かに確かに元気があっても明日が楽しみじゃない時もあるんで、そこはやっぱヒューマンでしか成し得ないですねもうみんな元気でいきましょう